10月4日のバランス調整で効果時間が 11.5 から 12.3 カウントになって、磁力龍までプラスにすると 13.5 カウントまで伸びる侍の攻略、本当に強いと感じたからもう一度動画にしたよ。驚きはない。見えました。ちょうどいい首を痛めた。ここだ。行きます。切られる時が来たか。どけ。見えました。捕らえろ。ここだ。捕らえろ。今は身を隠す。くそ、こんな雑魚に。したことだ。逃げるが勝ちってんだ。あなただけでも逃げ。見えました。おらよ。報復の時。おらよ。バチモノめ。無理は禁物ですね。頃合いだな。悪運だけはついここだ。どけ。ここだ。行きます。逃げるが勝ちってね。流派活動。二の方。序盤は慣れない忍びのデッキに翻弄されとるね。お相手のデッキ主力が見えなくて立ち回りが難しく、こっち視点だとかなりやりにくい良いデッキやね。見えました。行きます。流派発動。一の方。どけ。死ぬためではなく、生きるために戦おう。見えました。どけ。ここだ。強いんだな。捕らえよ。行きます。見えました。主に侍、敵を斬る。切られる時が来たか。捕らえた。計算を間違えました。どけ。ここだ。流派発動。身の方。バカにするな。どけ。無理は禁物。ここだ。行きます。なんだかんだで最低限の被害で四季のアドバンテージを得られたし、ここがためのチャンスかな。最後は戦機を絡めたフルコンで逆転したい。報復の時。行きます。
どけ！死ぬためではなく、生きるために戦おう！天気解放！たる戦の先には再生が待っておるぞ。さあ存分に戦ってください。見えました。うらよ死ぬ。計算を間違えました。見えました。うらよ発動。一の方死ぬ。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。今は身を隠す。どうしたことだ。こりゃ出世の道も見えてきたな。あなただけでも逃げて。戦機解放。死ぬためではなく、生きるために戦おう。計算を間違えました。流派発動。三の方。死ぬ。無理は禁物ですね。捕らえた。ここだ。逃げるが勝ちってんだ。雑魚がうじゃうじゃ固まりやがってよ。くそ、ここだ。雑魚に危ね。侍の号令は長くなったことで号令連絡の相性がより良くなったね。今回は2試合やるよ。放て。まさに不平だ。どけ。よく来たな。くそ。放て。やめろ。死ね。放て。放て。どけ。ちょうどいい。首を痛めてしまおう。放て！どけ！放て！まだ俺は。放て！怖いだな。逃げるが勝ちってね。どけ！おらよ！流派発動。一の方。
どけ！放て！どけ！悪運だけは強いんだ、ね、放て！流派発動！一の型放てい！やめろ！ランってのは生きるための戦いだ！逃げるが勝ちってみて。放て！どけ！攻めよ！放てい！うわよ！放てい！はっ！敵はことごとく貫く！うわよ！うわよ！敵だけは強いんだな。まだ俺は。放てよ！攻め！危ね！切られる時が来たか。生きるための戦いだ。逃げるが勝ちってね。流派発動。二の型。やれ、正面の力の時。我が天命、幻で終わらせるわけにはいかぬ。身の肩どけ！この俺がここまでか。助けてくれ。あとを任せたぞ。悪運だけは強いんだな。残りの石敵に相手の天慶か石壁は残り1回。金玉&金玉で耐久と武力上昇値を上げて決め切りたいところ。主に三代敵を斬る。我が天命、幻で終わらせるわけにはいかぬ。侍の高齢の構築屋と蓄養の長尾と組み合わせるのがメジャーだけど、メイメイ方の場合は範囲が遠近屋から溜めてた源のより近が後ろから来る際にも無理なく高齢に入れやすいよ。メイメイたる戦の先には再生が待っておるぞ。うわよ！放てい！
敵はことごとく貫く。攻めよ。死ぬ。うらよ。ここまでか。うらよ。攻めよ。まだ俺は。うらよ。この俺が。助けてくれ。あとを任せた。戦機解放。明々たる戦の先には再生が待っておるぞ。飛ばしやがって死んでも知らねえぞ。うらよ。うらよ。ここまでか。侍の降臨の効果時間の長さの際立っためくり方になったかな。ご視聴ありがとうございました。